ご視聴ありがとうございます。今日は、街中でよく見るチャージスポットの使い方について簡単に解説します。皆さんは、チャージスポットというものをご存知でしょうか？これは、モバイルバッテリーを借りられるサービスで、24時間いつでも、貸し出しや返却ができます。専用アプリか、LINE で簡単に登録、利用することができ、48時間まで、300円程度と、とても安いものになっています。それでは、皆さんに使い方をご紹介します。こちらの画面をご覧ください。Google Play か App Store で、チャージスポットと検索し、出てきたアプリをインストールします。インストールが完了したら、アプリを開きます。インストール遅いですね。完了しました。アプリを開くと、最初の説明の画面が出てきますので、適当に読み飛ばします。アクセスを許可し、利用規約に同意をしたら、電話番号認証があります。こちらに、自分の電話番号を入力すると、会員登録ができます。これで使用する準備は、整いました。後ほど、実際に、動画で、借り方や返し方をご紹介します。続きまして、チャージスポットを使用する際の料金をご紹介します。とても安い料金になっており、30分まで165円、48時間まで330円となっています。貸し出しは、無人の機械で行っておりまして、空きがあれば、どの場所であっても返却できます。例えば、羽田空港でレンタルを開始し、旅行先の札幌で返却するという使い方もできます。とても便利ですよね。また、多くの決済方法が使えるのも魅力的なポイントです。Visa、Master、JCB などのクレジットカードをはじめ、PayPay、D 払いなどの決済方法にも対応しています。続いて、注意事項をご紹介します。これは、私が実際に経験したことですが、返却をしようと思って目星をつけていた場所のポートがいっぱいで返却できないこと、ポートがある店が休業していたことなどに注意する必要があります。近くに他のポートがあるような場所ならいいですが、旅行先などはいっぱいになっている場合があるので、特に注意が必要です。貸し出し時間が5日間を超えてしまうと、強制的にバッテリーを買い取りという形になります。買い取りには、3300円の料金がかかってしまいます。そのようなことにならないよう、郊外で利用する際は、あらかじめ調べるようにしておきましょう。続いて、ポートの探し方をご紹介します。探し方には、アプリとサイトの2種類の方法で探すことができます。アプリ内では、すぐに貸し出しができるポートが、サイトでは、すべてのポートが探せるので、目的に合わせて使い分けましょう。ここでは、サイトでの探し方をご紹介します。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。試しに、東京駅近辺のマップを表示させてみました。この狭い範囲に、これだけのスポットがあるのは、すごいですよね。画面内の P をクリックすると、ポートが、どの建物に設置されているかがわかります。画面の例は八重洲地下街郵便局です。このようにして、どこに設置されているか検索できます。アプリ内でも、おおむね同じです。それでは、実際に借りてみましょう。本日は4大高に来ています。アプリ内の QR コードを読み取る、ホーストカメラが起動します。ポートに掲示されている QR コードを読み取ると、ロックが外れる仕組みになっています。通信状況が悪かったりすると、このようなエラー画面が出ることもあります。こんな時は、もう一度読み取りましょう。手続きが完了すると、このようにバッテリーが出てきます。これを抜くことで利用できるようになります。こんな感じで借りることができます。結構簡単に借りることができますよね。あまり時間がない時でもすぐに借りられるので割と重宝します。続いて今借りたものを返してみます。返却はとても簡単です。
枠が空いているポートを見つけたら、電極のある方を奥になるように差し込みます。これで返却完了になります。しばらくするとスマホとポートの画面が切り替わるので、一応確認するようにしましょう。この時点で登録されている決済方法からお金が引き落とされます。すでに履歴にも反映されているようですね。ガシガシ返却ともにとても簡単に利用でしたね。時間があるときはイートインやマクドナルドで充電するという手がありますが、旅行中や出張などで時間がないときにはとても便利です。本日は日本中でモバイルバッテリーのレンタルができるサービスチャージスポットをご紹介しました。日本中どこでも貸し借りできて、しかも安く利用できるとてもおすすめなサービスです。ぜひ見かけたら使ってみてはいかがでしょうか。なお期間限定ではありますが、 D 払いを利用すると1円で利用できるキャンペーンをやっています。2021年6月30日までは何度でも48時間まで1円で利用できるので、ぜひ D 払いを連携して試しに使ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。